こんにちは、あたりです。本日12月13日土曜日公開になりました、こちら劇場版アイカツ見てまいりました。はい、一言言わせてもらえば、ありがとう、ありがとう、この映画を作ってくれてありがとう。本当に素晴らしい映画だった。いやもうね、もう感無量、感動しすぎて言葉が出てこないぐらい、もうなんかね、感動と興奮でもう終わってからもうなんかぼーっとしてた、本当にぼーっとしてた。あ、本当にすごい映画だったな、本当にいい映画だったって思いながらずっとぼーっとしてた。こうやって、ストーリーの流れはいつものアイカツと同じなの。あのテレビでやってる30分のアイカツとストーリーの流れは大体同じなの。あのこういうことをやります、でそのこういうことをやるためにいろいろ紆余曲折があり、目標に向かって突き進んで、さあ最後にライブパートをやって終わりっていう、いつものアイカツと同じなの。ただそれがものすごいものになってるそのいつものアイカツがものすごいことになってる。だからもうね、劇場版アイカツよ、もう劇場版アイカツ、読んで字のごとく劇場版アイカツ。でもサブタイトルとか本当にいらない、本当にただの劇場版アイカツ。ただね、その劇場版アイカツ1時間30分の間にアイカツというあらゆる要素を詰め込んでバーンって出してる映画だから、もうね、バーンすげー、そういう映画なんか、あのね、あ、そう、これね、まあこういうキービジュアルの通り、主人公が星宮いちごちゃんなので、今やってるアイカツは3年目で、あかりちゃんが主人公、この子ね、この子が主人公なの。だから3年目から見始めた人や、これからアイカツを見始めようっていう人には向かない、まあこれから見始めようという人がいきなり映画を見るっていうのはまあないと思うんだけども、そういう人にはね、向かない映画だね。このいちごちゃんが1年目2年目でやってきたアイカツの集大成がこの映画なの。もう1年目やって、でなんかこうすごいアイドルになったじゃないですか。1年目になってすごいアイドルになった、2年目でもっとすごいアイドルになったね。でこの映画でもうさらにすごいアイドルになるっていう、そういう映画なの。だから1年目2年目でずっとアイカツを応援してきた人、いちごちゃんを応援してきた人ね、その人が、そういう人が見るじゃないですか、この映画をね。そういう人がターゲットよね、見るじゃないですか。僕なんかもう開始2分ぐらいでもう泣きそうだったからね本当に、いやこれはね、本当に誇張表現でも何でもなく、開始2分で泣きそうになってたよ僕。なんかねいちごちゃんのアイカツが帰ってきたねっていうのもあったし、最初にライブパートをね一回やってくれるのよ。どこまでネタバレにならないようにするかっていうこともこう駆け引きしながら今語ってるんだけども、最初にライブパートやってくれるの。それを見て、ああちょっと泣きそうになってたね。で最後にやっぱり大スター宮いちご祭りが開催されるじゃないですかね。で2年目の曲が多かったかな、全部2年目の曲か、全部2年目の曲だね。2年目のアイカツの曲を何曲かやってくれるんだけど、そのね曲がね、よかったよかった、もうだってこんなの泣くしかないもん、一応言わないでおくけど、これから楽しみにしている人のためにも言わないでおくけど、
これから見るのに楽しみにしてる人がこの動画見ます感想動画ですよ。タイトルにちゃんと感想って書いておくからね。はい、まあ、どこまでネタバレしないようにっていうのもあるんですけど、ね、だからもうね素晴らしい映画。一つだけネタバレいいですか。一つだけネタバレいいですか。大スターミヤいちご祭りのラストでいちごちゃんがエンジェルアローをやってくれるんです。その瞬間僕はもう泣きましたあのエンジェルアローは今までのアイカツの中でも屈指の名シーン。あれはね、あれはもうね、うん、あの大人じゃないとねわからないこの感動。あのエンジェルアローはもう最強のエンジェルアロー。もうあの場にいたかった、あの場にいたかった。うん、本当に。ただね、その大スターミヤいちご祭りが開催されてるじゃないですか、ね、でそのライブシーンがどんどんバン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 ってくるじゃないですか。僕ももうやっぱりね、見てる人もね観客になってる気分で見ちゃうんだよね。僕もずっとこううん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 ね、周りにね察されないようにね、あいつノリノリだぜって思われないように、こう足でこうリズム取りながら、あいかつ素晴らしい、いちごちゃん素晴らしい、いやー本当に。でうん、あのね、この映画に込められたもう一つのテーマというか、まあもう一番最初に来るのはやっぱりいちごちゃんのストーリーの集大成っていうものがやっぱり出てくるんですけども、もう一つのテーマとしてバトンをつないでいくっていうところがあるんです、ね、最初はマスカレードっていうレジェンドアイドルがいて、そこからバトンを受け継いだ水木さんがいるじゃないですか。で水木さんからいちごちゃんにバトンが渡る、ね、でそのバトンをさらにあかりちゃんに渡していこうかなみたいな、そういう描写があり、うん、あのね、ああアイカツだな、ああアイカツだなっていう、もうそういう映画なんです。あれちょっと待って、これ感想動画になってます？大丈夫ですか？僕の思いの丈をとこう語ってるだけなんですけども、だからこの映画見た後にグッズが欲しくなるんだよね最初ね、僕ねこのパンフレットとあとねこのねパンフレットとマグカップだけでいいなと思ってね、これで買ったんですよ。ただ映画見終わったじゃないですかね、ちょっとねちょっといっぱいちょっとグッズがね増えてるんですよね。不思議だわ、なんでこんなにグッズ増えてんだ、びっくりだよ、うん、本当にびっくり。これは本当にもうね、ブルーレイ出たら間違いなく買う、間違いなく買う、これもう早く見に行った方がいい。もうね、こんな僕の感想動画なんか見てる暇ないよ、早く見に行った方がいい。劇場版に急げ、劇場版に急げ。1回見に行った人は2回3回見に行こう。僕ね、前売り券を1枚しか買わなかったのをね、すっごく今後悔してるの。本当に3枚ぐらい買ってよかったなって思うぐらい。はい、そんな感想動画でございました。もうね、アイカツが好きな人は、まあ、まず見に行って間違いないと思います。もう失敗しない、この映画は失敗しない。で、あ、まあいいや、これは言わないでおこう。はい、見た人のお楽しみということで、はい、こんな感想動画でいいですか。僕のこの興奮だけ伝わってくれればいいかな。うん、うん、それだけ。以上、それではまた次回、バイバイ。この動画大丈夫かな